デラウェアパークはアメリカ合衆国デラウェア州スタントンにある競馬場、カジノ、ゴルフ場の複合施設、ウィルミントンの郊外、フィラデルフィアから約30マイルの場所にある、デルパークの通称でも知られる。デラウェアパークにおける発想の風景でラウェアパークは設計し、ウィリアム・デュポン・ジュニアと事業家、ドナルド・ p ー・バディ、ロスの主導により建設された競馬場で、建築には、 ペンシルベニア州メディアのフィリップ、T ・ティハリスが担当した。同競馬場は1937年6月26日にオープンし、2020年現在ではデラウェア州で唯一のサラブレット競馬を開催する競馬場となっている。デラウェアパークの競馬は通常5月から10月の期間に開催される。またデラウェアパークは 東海岸地区中部においては唯一のアラブ馬の競争を行う競馬場でもある。この地域ではアラブ種を含む馬が多く生育されている。デラウェアパークではサイマルキャスト放送を提供しており、他の競馬場で行われる競争も視聴、購入ができるようになっている。メインとなるダートコースと内側の芝コースがある。周回は共に左回り。グレードは2020年現在のもの。 デラウェアパークのカジノ外観デラウェアパークのカジノには2500台近くのスロットマシンが設置されており2011年現在で毎日約8000人がカジノを利用しているデラウェア州ではナショナルフットボールリーグの試合を対象とした賭博が合法化されておりデラウェアパークにおいても2009年に利用可能になったこのか、2018年時点でスポーツ賭博はオートレース 野球、バスケットボール、ボクシング、サッカー、ゴルフ、ホッケーを含むすべてのプロスポーツ及び大学スポーツの単一試合、または複数試合セットが賭けの対象にされている。賭けはデラウェアパークにあるスポーツブックで行われ、特にサッカーはスポーツブックで週を通して、加えて日曜日にはスポーツバーニーにおいてもテレビ放映されている。 また2010年1月28日の法改正により、ブラックジャックをはじめとしたテーブルゲーム中継も提供されるようになった。このほか、デラウェアパークでは、カジノ内の様々な場所で機能も提供している。デラウェアパークには、ホワイトクレイクリークカントリークラブと呼ばれる18ホール、パー72のゴルフ場が併設されている。以下は、デラウェアパーク内の飲食店の一覧である。 ありがとうございます。